はい、大家好。こんにちは、シャンメイです。本日もマージマンションやっていきたいと思います。さて、11月もそろそろね。明日で終わりか。早いもんですね。西向く侍は、31日がございませんので。では、窓の下の壁にくぼみを作る。これ一日置くほどのタスクじゃなかったんだけど、前回体力がもうなかったんだよね。ガムテープじゃなくて、このダクトテープね。ダクトテープね、今個人的に欲しいんだよね。ちょっと、旧宅で補修したいところがありましてね。ダクトテープ欲しいんだけど。意外とね、高いんだよね、ダクトテープ。安いところを探し中。どうしよう、バケツも邪魔だな。いや、ダクトテープ一回しまっとくか。一回しまっといて、これを先に開けるべきか、先に作るべきか。どうも。まだしまえるから、一回物しまっといて、まず開けるか。開けよう。もう、初手ね、これっていう。これ体力はありがたいんだけどさ、いやお金もありがたいんだけどさ、待ってよ、もう一回売るか。ありがたいんだけど、本来出てほしいものはさ、この辺のものね。取っ手やタイヤや道具箱だよね。これはいらない。これもいらないかな。階段状になった。じゃ次の箱開けるか。いいぞ、しまい。待って、タイヤというかおもちゃの車シリーズはない。道具箱はレベル4から。ロッカーも作りかけはない。あれ？これは結構シビアな状況だぞ。ちょっと待ってくれ。オッケー、落ち着け。落ち着け。ちょっと待ってよ。一回しまおう。お金。いやー、待ってよ。いやー、ハンマーでもちょっとね、使いたいんだよな。やけに、この本来欲しいものがね、出ないな。お金じゃないんだ。そう、その辺。欲しいのはその辺。売るか。いや、でももったいないな、これしよう。よしよし。ドアか。ドアにバフをかけて強化するべきか。B カード。いや、でももったいないかな。一回しまっと、あ、違う。一回しまも何もなかった。正直、レベル1のこれ合体させちゃってもいいかな。ペンキ缶ね。先にダクトテープを収め。なんかこれ階段状になっちゃったのがちょっと痛いな。辛いな、これ。改善されなかった。どうしよう。もうこれ合体させるか。
いや、いるかって言ったらちょっといらないかもしれないな。一個しまって。あれ？あれ？いつもなんかもうちょっと隙間ができるかと思いきや、いつもちょっと違うなってなるな。え、どうしようか。お、いいぞ、いいぞ。わかっている。いや、待って、ちょ、これ苦しいぞ。一回、イベント行ってこようか。体力を使おう。体力を使っていこう。まずね、この辺を。遠慮なくこの辺、使ってって。あ、そうだ、今日、やっとこさね、これがマックスになりそう。ちょっとね、もうちょい体力使っといてから。これがね、クリスタルの家が増えに増えて、じゃあいるかって言われると別にそんなにいらないかな。そうだな。悲しいな。で、このクリスタルの家、せいぜいね、チェーン、お守りのチェーンが、3本ぐらい出て、その後は、おなじみスノードームがまた一つ増えるっていう。スノードーム、どうしよう、もう。売るしかないのか。これ以上逼迫するようなら、売却も、ちょっと選択肢に入れねばならん。悲しき事態。これなんか他のものに、転用できればいいんだけどね、スノードーム。スノードームからの行き先がさ、一個しかないから、スノードームに、ホロスコープを入れるっていう作業が確定してるからさ、これがちょっと、もう一個何か使い道が欲しい。この、そうだね。難しいね。じゃ、これカード合体させていくかな。さあ、透明女レベル6。ためらいと趣を暗示しますからの、このライオン使い。320音使う。いや、今日こそね、これを合体させてですよ。勇猛さと包容を暗示。で、マックス。お！この私が占っているんだから。カードの予言を信じなさい。恐れることは何もないわ。おやんさん、ちょっと怖いな。さて、この相棒のカードね。レベル8。どんな時でも一緒です。なんか、我の知っているタロットとは違うんだけど、割とバージョンがいくつかあるのかな。し、5678。待ってよ。何タップできる ?8。8の次は、8の次は、9、10、11、12。あ、結構いけるね。ただ一番苦労したと考えると ?13、14、15。今15ね。15。16、17、18、19。現在19。24くらいかな。19、20、21、22、23、23、
24、25、26、あれ27?28?28 ぐらい今。28、29、30、31。結構あるな。31?32、33、34。あれ34、35、36、37、38、39、40、41、42。いや、さすがにもう切れるよね。43、43、43超えたけど。40、41、52、53、55、55、ちょっと待てよ、56、57、58、59、60、60回で砕ける。これはなかなかの数だったね。ついでにこれも出しとくか。1、2、3。あ、これでも何タップかしたかもしれない。15、16、15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 、
今、9、8、6、10まではギリ作れるかもって感じかな。あと1日、あと2日か。あと2日あるけど。あ、1回復した。16。16だけど、ちょっと回復しに行ってくるか。向こうへ。ゲット。16だっけ ?16、17、18?18。19、20、21、22、23、23、24、25、26、27。27、できてる。25、30。30かな?階段状になってしまったな。一回、ここに置いとくか。チェーン出して。
スノードームが増えるな。ちょっと待ってね。そうか、30とはいえ、じゃあどっちがいいかっていうと、60のタロットカードマックスと、あ、タロットカードの一覧って見たっけ？見てない気がする。これ何枚か出してるからね。うん。60とタロットカードだったらどっちがいいかっていうと、多分バイクの鍵の方がいいかな、楽かな、作るのが。タロットカードかなり作るの大変。いやでもタロットカードもね、今回マックスまでいけましたんでね。いや、やったね。次のこれに備えてね。次のこれ。運命のテーブルに備えて、あのマディ人形は用意してある。用意してあるけど。いやー、ろうそく苦労したな。ろうそくがね、あの変なタイミングで出しちゃうと、燃え尽きちゃうんだよね。これがね、ちょっとそわそわする。この、見てくれ、この燃え尽きた かわいそうなろうそくたち。見た人が見たら、このかわいそうなろうそくたち見て、ああって思ってくれる。というわけでね、二つ目のテーブルができたわけですが。二つ目っていうか、本日二つ目。本日二つ目のテーブル。いけるな。これと、これ入れて。カードをね。いや、でも60タップは確かに美味しい。美味しいけども。けどもですが。作るのの苦労に比べるとっていうところ。バイクの鍵の方が多分楽。あ、何タップできたっけ？後で見とこうか。うん。もうこの辺に置いとくかな。さて、じゃあ、これもちょっと出し切っちゃって、まあ、ブラシできましたね。よいしょ。あとは、スノードームが増えていく。これも出し切っちゃっとくか。いや、これどうするのが正解だ？いや、正解はないな。多分、正解は、体力をバンバン使って、永遠にこのレディーボヤンスのテントをタップし、出てきたスノードーム、いらないやつはもう遠慮なく捨て、多分、それが正解。こんな、スペース辛いなーって取っとくのは正解じゃない。多分。うん。クマちゃん。よいしょよいしょ。こうでも出てくるものは本当にランダムだね。5ぐらいまでは出るもんね。最初のファーストドロップで。いきなり出る。5までは。それだけでも大きいかな。全部レベル1だったらめちゃくちゃきついよね、これ多分。うん。こうかな。いやー、どうすっかな。
できればこのお守りシリーズはイベント終了までにはせめてレベル10が作りたいっす。作りたいっす。無理かもしれない。まあ、せっかくこれあるし、1個開けるか。さあ、何が出るかな？何が出るかな？過去のね。過去のスノードームですね。なんか過去の方が暖かい感じするんだよな。マディでも確かに今苦労してるっちゃ苦労してるよね。さっき使っちゃったよ。ホロスコープは。ろうそくもないしな。これはもうだいぶ後だろうね。もうとりあえず出せるものは出しておこう。あ、そういえば、ちょっと、おとといの話なんだけどさ。おとといの話なんだけどね、聞いてほしい。あのね、すごい懐かしい人がさ、訪ねてきてくれて、めちゃくちゃ嬉しかったんだけど。あのね、年前の、バイト先が一緒だった人なんだけどね。年はね、でも、多分15ぐらい上の人かな。の人なんだけどさ、もう久しぶりに訪ねてきてくれてさ、あれ、どうしたんだろう？一応さ、電話番号はお互いに知ってるけど、まあしばらく連絡もなかったし、まあちょっと疎遠になっちゃったかな、みたいな感じでさ、お互いに別に連絡をしてなかったんだよね。そしたらね、なんか、向こうはどうもね、携帯を、なんか、なくしちゃったらしくて一回。なくしたかちょっと、落としたかわかんないんだけど。で、もうすべての連絡先が、全部消えたんだって。今だとクラウドとかでなんか、保存されてんのかな？じゃあ私は今ちょっと、Google かな？ちょっとあの辺と連携してるんで、連絡先は多分、スマホが何かなったとしても、多分残る。多分ね。多分残る。感じなのですが。昔はね、そういうシステムもなかったもんね。そのクラウドに連携とか。消えたらもう消えっぱなしだったけどさ。で、その方はですね、一回すべての連絡先が消えたらしくて。でもうちにさ、前だけど、だいぶ前だけど、もう年数は言えんけど、言えんぐらい昔だもんね。それでね、久々に会いたくてって来てくれてさ、すごい嬉しかった。結構15歳ぐらい年上の方なんだけどね、そう、仕事先っていうか、まあ、その時はバイトだったんだけどね、私は。どういう状況だったかっていうと、私は大学出た後で、就職したんだけど、ちょっと、最初に入った会社が、ちょいと、合わなくてですね2年ぐらいで退社したんですよ。で、その後で、さあ、ちょっとどうしようか仕事ってなった時に、ちょっといきなり今働き始めるのは、ちょっと身も心もボロボロになって、やめた。この仕事を、ちょっと正社員でやるのは今しんどいっていうことで、ちょっとだけバイトでねって。で、そっからね、2年ぐらいバイトをまたしてたのかな？その時のね、でも、体を動かす仕事がいいなと思ってさ、前は結構、座り仕事だったから。座りがオンリーでもないけどね。
座りが多い仕事だったから、なんか体を動かしたいなと思って、動く仕事にしようと思ってね、木材加工の、えって思うけどね、木材加工の会社がね、なんか加工してるところが面白くてさ、あ、なんかここの木材加工のところにしようと思って。一応なんかいろいろ会社の工場見学とかもさせてもろってね。なんか良さそうだったからそこに行ったんだけどね。まあその自分の睨んだ通りね、そこの社員さんとか、みんないい人ばっかりでね、すごい働きやすいところだった。あと職場のね、位置関係も良くてね。あんまり出勤、朝出勤するときも、あんまり渋滞する。いや、ちょっとはしとったけど。あんまり渋滞するところじゃなかったし、出勤もしやすかったしで。で、そこで働いてた人がね、そう、年ぶりにね、来てくれて。でね、久しぶりに会いたくなったっていうのと、あと、もし今働いてなかったら、なんか、会社をやってるらしくて、なんか、お仕事どうですっていう話だったけど、ごめん、今働いてるんだっていうことだったんだけど、でも今度またランチ行こうぜって話になって、で、新しくね、連絡先もね、また登録しといてもらって、また今度ランチ行ってきます。っていう流れがね、あったんですよね。いやでもほんとさ、久々に訪ねてくれるってすごい嬉しいよね。そう。で、なんでね、我が家を、に来たことがあるかっていうとですね。あんまり私、家に人を招くのとか、あんまりしないんですけど、なんでかっていうと家があんまり片付いてないからですね。片付けがね、自分の部屋ぐらいなら片付けてるんですけどね、家全体あんま片付いてないんで。いや、それで。あれなんですけども。ね、前にその方が来てくれたのは、私、その時、そこでバイトしてた時に、車を壊しましてね。いや、ぶつけて壊しましてね、自分でね。普通に自損ですね。ちょっと自分が思ったよりも、自分の車のドアが、思ったより大きかったっていう、それだけの話なんですけどもね。うん。まあまあ、ありがちですよね。まだ私、免許、その時はまだね、大学出て、数年しか経ってないような、車もろくに運転してなかったみたいな感じだったのでね、その時ね。ちょっと、車の左ドアをやっちゃいましてね。もう、べこってなっちゃったから、これ、ドア変えないと無理だなってなったんですよ。とりあえずしばらくへこましたまま走ってたんですけど、しょうがないなと思って。ドアがね、ドアっていうか、その時乗ってた車が結構珍しい色でね、この色のドア、出ない、ないぞって感じになってさ、市場に出回ってなくてあんまり。どうしたものかと。いうところでですね。元バイト先の方がですね。なんか知り合いの車屋さんに聞いてみるよって言ってもらって。そしたらね、ドアあるって言われて。やったって。でね、すごい安く買えてもらったかな。多分5万円しないぐらい。で、交換してもろた。いや、めちゃめちゃありがたかった。あとはいろいろね、食器とかももらったりした。いや、うちちょっとなんか、食器よく割っちゃうんですよっていう話をしたらね、じゃあうち余ってるからあげるよって言われて、特にね、小鉢とかさ、丼系がね、よく割れてたからさ、昔はね、たら、すごいおしゃれな、青い丼鉢を、5客セットでくれましてね。ちょっと待ってよ。あれ
ちょっと待ってよ。ピンチ。そう、ご客席でくれましてね。ありがたいっていう。そんないろいろしてくれた方が久々に訪ねてきてくれて。で、よく考えたら自分、あんまりその人に何にもしてあげてないと思って。今度なんか恩返ししよう。なんかいろいろね、いっぱいやってもらった上、訪ねてきてもらってさ。いや、しかも私、前に住んでた家と違うんだよね。近くなんだけど、引っ越しちゃったからさ、最初に来た時にさ、なんか住んでない、え？ってなったらしくて。で、わざわざ近所の人に聞いて回ってね、うちを探してくれたらしいんだよ。まあ結局すぐ隣だったんですけどね、その我が家は。新しい我が家はすぐ隣なんですけど。特に一見すると、隣に家建ってるの分かりにくいからな。でも、なんかいろいろそこまでして訪ねてくれてめちゃめちゃありがたい。で、なんかまた一緒に働きたいって言ってくれたのもちょっと嬉しいよね。よいしょ。でもすごい前の職場で気の合う人だったからね。また話できて嬉しかったな。さあ問題は、アイテム欄が逼迫しておるが、とりあえずタンスは強化できたかな。どれしまっとく？これかな。これもまあしゃあない、しまっとこうだな。うん。まあ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 。悪くはないかな。タイヤは、いやもうこれ以上はしょうがないよね。よし。じゃあね、今からやるべくはね、まずちょっとバール作りますか。これがあるし。バール作ろう。これもういいかな。あれ？これなんだっけ？あ、これか。バール作ろう、その前でも。バールを作ったら、スペースきついな。やった。ところで、ここのさ、デイリーの、このダイヤって、いくつダイヤもらえてたっけ？忘れんかったら、後で何本増えたか見ておこう。忘れる可能性大。これ、売っとこう、もう。あと、バールだよね。バール。バールはこの上。あ、どうする？もう何の猶予もないんだけど、このスペース。バールで、これ余ったな、また。あとは。でも、これは、15のやつは、これ、願いの泉は手に入るんじゃないか？といいな。といいな。空きはない。何がいるっけ？待ってよ。とりあえず、これは出しておく。この辺しまっとく。これはまあ、売る。社内。いやーもう売っていいよってものないんだけどな。いや、ペンキ缶売ろう。これを逆にしまっておこう。レベル1の方がレアなんだよね。よし、じゃあ水平器頑張って作る。問題はこのスペースでいけるかっていう疑惑。これ作ったら今日は終わったか。まあまあいろいろ
少しずつね、いろいろ進んだ気がするし、話したい話もできたし。あと57秒。どうしよう、先にあの話したい話話しちゃったからさ逆に今ない、今ないな。あ、そうだ、ひょっとしたらね、12月ぐらいからちょっとマージマンションを、ちょっと迷ってるんだけどね、マージマンションの動画をひょっとしたら2日に一遍ぐらいにして、ちょっと違う動画の連載始めるかどうか、ちょっと迷ってる。ちょっとね、そのアプリもやるかどうか迷ってるんだけどね。悩み中です。で、ひょっとしたらちょっとマージマンション、12月から2日に一遍になるかもしれないし、ならないかもしれない。でも2日に一遍にするにしては、ちょっとやること多いかなっていう感じはするんだよな、マージマンション。よし、じゃあ回復じゃい。これの回復したのが終わったらここまでにしておこう。ちょっと待って、いけるかこれ。65まで、65まであるから頑張れば。問題はスペース。うん、こうなるよな、分かってはいたが、どうする。いや、どれも捨てたくないんだけど、もう捨てたくないんだけど、逆にこれを使うか、使うか。うん。よし、これで水平器までできたんで、いけますね。壁と床の継ぎ目を固定する。問題はダクトテープでどうやって止めてるのかなっていう疑問はある。うわー、もう無理だ、もう無理だ。これそんなにホールド数がないからさ、すぐ終わるよ。すぐ終わると思う。ちょっと待ってよ。終わった。早っ。何回ぐらいホールドできてんだろうね。しかも今いるものこのシリーズじゃないんだよ、こっちなんだよね。でも全然ないよね多分。そうなんだよねないんだよね。最大だっけ、いるのマックスだよね。あ、違う、5か。ごめん。マックスではなかったが、そんなに変わらんかな、印象は。これもすぐ尽きる。どうするかな。明日までにできないな、多分。そうすると、まあ、2、3日置いての、頑張るって感じになるかな。やばい、階段状になった。あと1個ボタンが。よし。よしよし。あー、これ出したくなるな。いや、でもちょっと最近ダイヤ遠慮なく使ってるから、ちょっと我慢しておこう。うん。こうかな。よし。で、
どうしようかな。この辺もちょっと小金を稼いでいくか。そしたら、小金もね、大事だからね。よし。次回までにね、多分ここまでは無理にしても、レベル4、いや、今4あるか。4、3ぐらいまでは作っておきたい。で、まあ 92% ということで、大広間、残り 8% ですね。いや、大広間もね、そろそろ終わる構えを見せておりますよ。いやー、廊下楽しみだな。これなー、どこに置いとくのが正解だろうな。あと19ある。何作る？これは街だね。過去のスノードーン。でも今一番欲しいのホロスコープなんですよ。これ。で、これを永遠にタップしなきゃいけないんだけど。でも、ホロスコープよっていうか、この、何のシリーズこれ。占星術。誰でもわかる占星術シリーズ。これが、出る前に、こっちの、スノードーム組み立てキットが、がっつり先に出てきてしまうので結果ね、スノードームだけが増え続けるというちょっと事態になっておるわけなんですけれども、あ、また一つスノードームが増えてしまう。いや、なるべくいらない子って増やしたくないから、なんとか使い切ってあげたい。なんとか使い切りたい。なるべくね、適材適所でいろんな。あ、いいぞ。ちょっと待ってね。ろうそく待ちか。えい。いや、思い切ったな、今。我ながら。現在のスノードーン。なんか霧のいいとこになったら、あ、でも体力終わっちゃったな。ちょっとここまでにしとっかな。裏でまたちょこちょこと進めておきたい気持ち。というわけで、いや、今日はね、室内もちょっと進んだ。大広間もちょっと進んだし、スノードームもね、だいぶ進んだし、タロットのね、タップ数が60回もあるということが判明しましたので、これはこれですごい。が、どうなるやら。まあ、当面の目標としては、このレベル15のこの噴水ですね。願いの泉。これがもらえたら割と満足かな。天文台も可愛いけどね。25は無理だな。あとはこのシリーズの、お守り。レベル10が様子が見れたら嬉しいなっていうぐらいかな。というわけで、あと2日ですが、イベント頑張っていきましょう。いやー、でも補助イベント入るかと思ったけど、これは入りそうにないっすね。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。